では今からですね、ちょっと有名なマジックをしたいと思います。はい、1枚カードを選んでほしいので、ストップをお願いします。ストップ。はい、ではこのストップかけられたこのカード、僕は見ないようにしておきますので、しっかり見て覚えてください。はい。よろしいでしょうか。はい。はい、そしたら僕はこのままね、前を見ないで、中にしまってしまいます、はい。はい。しっかり中に入ってますね。はい。で、入れてしまいます。そしたら僕は前を向きますね。はいはい、で今からどうやって当てるかなんですけれども、おまじないをかけると選んだカードが一番上に上がってくるっていう感じですね。これで当てたいと思います。今この瞬間に選んだカードが一番上に上がってくるっていう。違います。違います。はい、もう一度いきますね。おまじないかけると間違いなく選んだカードが上に上がる。いやー、これも違います。違います。はい、あ、おまじない間違えました。すいません。これはねカードが、選んだカードだけがひっくり返るっていうマジックでしたね。すいません、こっちと間違ってました。これが間違いなく今選んでもらったカードになってます。すごい。ありがとうございます。どうもヒロムです。今回は大どんでん返しがある超インパクト抜群のマジックですね。今までもそういったマジック何本も投稿してて、失敗したと思わせといて最後大成功しているっていう現象で、すごいたくさんの人に見ていただいているわけですね。そういったマジックが今回はテクニックなしでできます。超簡単なので、高評価を押しておいて見返せるようにしておいてください。そうするとね、皆さん絶対に習得できるはずです。それでは解説スタートです。はい、やり方ですが、事前準備として裏向きのカードの一番下の3枚のカード、これをですね、表向きにしてセットアップ完了です。これを演技を行う前にバレないようにセットしておきます。僕はめんどくさがりなので、そのままね、裏向きでいろんなカードがありますってこうやって見せている時に、下のカード3枚だけをこっちの手に残してですね、見えないようにひっくり返して、そのままね、演技の中で強引にセットアップしちゃってます。まあ、ここの部分はマジック慣れてる方がこのようにやってみてください。そしたらですね、下の表向きのカードが見えないようにして適当にカードを1枚選んでもらいます。心配な方はですね、カードを弾いていってストップをかけてもらって、そこのカードを覚えてもらうようにすると、まあ、結構ね、下のカード表向きの部分が見えにくくなるかなと思います。はい、選ばれたカードを抜き出したら、マジシャンはですね、ではこのカード僕は見ませんのでしっかり覚えておいてくださいと言ったら、このトランプの束を持っている側の方をこんな感じでね、体を後ろ向きにします。まあ、要はこの選んだカード僕は見ませんよっていう手で後ろを向くわけですね。で、この後ろを向いている時に、このトランプの束全体をお客様の見えないところで全体をひっくり返しておきます。で、そしたら覚えましたかと言ってまた前の方を向きます。まあ、要は後ろを向いてお客様から見えていないところでカード全体をひっくり返しておくっていうことですね。で、そしたらですね、そのままの状態で、では中に入れますと言ってお客様のカードを裏向きで中あたりに入れます。この時ですね、上の3枚以外は当然全部表向きになっていますので、カードの束がずれないように選ばれたカードを中に入れるようにしてください。そしたらですね、今から選んでもらったカードを上に上げるっていう有名なマジックをやりますと言って、適当におまじないをかけます。そして一番上のカード1枚だけを横にずらして見せます。で、今失敗しましたねと言います。そしたらもう一度やりますと言っておまじないをかけて、また一番上のカードを表向きにします。このカード以外は全て表向きのカードになっていますので、こうずらしちゃうとですね、見えてしまいますので、上のカードだけがしっかりずれるようにしてね、見せるようにしてください。そしたらすかさず、あ、ごめんなさい、かけるおまじないを間違えましたと言って、この失敗した2枚の表向きのカードをそのまま上に戻します。そしておまじないをかけます。カードを広げていくんですけれども、この時に上から3枚目の裏向きのカードが見えないように、親指でざっくりと上の部分を押し出します。そうするとね、この裏向きのカードが見えませんので、ざっくりと押し出して、あとはですね、お客様が選んだカードのところの裏向きのカードを見せて、そのまま広げていきます。上の裏向きのカードがバレないようにしつつ、お客様のカードを抜き出して、このカードだけが表向きになったことを強調します。はい、この選んだカードをお客様が覚えてもらってる間にカード全体をひっくり返すところは、例えばですね、周りのお客様がいっぱいいて後ろ向いててもちょっとこのひっくり返すのバレそうだなっていう時は、この抜き出した時にそのままね、カードの束を一旦立てます。で、しっかり見て覚えてください、僕はね見ないですからねって言って、しばらく時間を置きます。で、ある程度立ったらですね、そのままカードを立てた状態からひっくり返してテーブルの束を机の上に置いてしまいます。ではこのカード中に入れてしまいますと言って、ずれないようにしてこのまま中にしまってしまうのも方法としては OK です。時間差を利用してますので、もともとどっちが上向きだったかっていうのはいちいち観客は見ていませんので、まあ、時間差を利用してそのようにしてごまかすという方法ですね。これは結構囲まれている状態でできるおすすめな方法です。はい、次もね、こんな感じのやばいマジックどんどん紹介していきますので、チャンネル登録して次のマジックぜひ楽しみにしていてください。